こんにちは、粟田洋介です。今日はこのガラスビーズメディウムというものを使って絵を描いていこうと思います。これで絵を描くんじゃないんですけど、これを絵に使っていくって感じですかね。で、これはアクリル樹脂の中にガラスのビーズが入っています。で、絵の具と混ぜてもいいですし、そのまま使っても大丈夫です。この間絵の具に混ぜたら、その色が粒々になってるって感じになりました。で、このまま塗ると透明のガラスが出てきます。で、今日は透明の粒々感が出したいので、絵の具と混ぜないでこのまま使っていこうと思います。今日はこんな小さいキャンバスシートを使います。で、これを使う前に、ある程度絵の具で絵を描いていこうと思います。いつもはガラスビーズメディウムを使うときは、ちょっと粒々の透明感がちょっとそんなイメージだったので、ブルーとかグリーンを使うんですけど、なんだっけ今日は全然違うこんな感じの色で描き始めてみようと思います。私はここに顔が見えます。見えますか？なのでちょっと今日は美人画を描いていこうと思います。ちょっと今日はピカソ風の美女になりましたが、ここからガラスビーズメディウムを使っていきます。ちょっとこのジェルメディウムもプラスしていきます。はい、今こんな状態ですが、乾いたら完成です。このなんか白い感じがまたいいなと思うんですけど、乾いて全部透明になった感じがちょっとどんな感じかわからないので、もし白が欲しかったら乾燥したらまたちょっと白を足せばいいだけの話なので、ちょっとこれで乾かしていきます。多分丸一日乾かさないとダメかもしれないですね、これは。
なんかちょっと5時間ぐらい経って今日すごい天気がいいんですけど、白いところがちょっとまだ残っていて、で表面を触っても大丈夫な状態になっています。絵がごちゃごちゃしていて、でガラスビーズが透明なので、ちょっとガラスビーズの感じがすごい目立つわけじゃないんですけど、なんかさりげない感じでいいなって感じですね。ジェルメディウムを塗ったところと塗ってないところの光沢の違いがあるので、ここもピカピカにしたいので、ここにもジェルメディウムを塗っていこうと思います。でこのジェルメディウムなんですけど、筆で塗るときにヘビージェルメディウムっていうのはちょっと硬かったので、このソフトジェルメディウムっていうのを使ってみようと思います。ちょっと使ったことがないので、どんな感じなんだろう。あ、すごい塗りやすいです。それでせっかくなんですけど、このヘビージェルメディウムで塗るときはちょっと水を混ぜるんですけど、どのぐらいの水を混ぜるかっていうと、まあ絵の具を溶くときと同じような感じで、塗りやすくなるぐらいになるんですけど、まあこのぐらいですね。もうちょっとかな。まあだいたいこんなもんです。ではこれが乾いたら完成です。はい、48時間経ってこんな感じに乾きました。なんですが、ちょっとここのところが白っぽくまだ残って乾いていないのが分かります。さっきドライヤーでバーってやったんですけど、なんかね、ドライヤーで乾かそうと思ってもそうそう乾かないですね。これはやっぱりこれ3日ぐらい必要なんじゃないかと思います。でもまだ乾いていないこの部分っていうのは、このジェルメディウムで盛り上げた部分で、このガラスビーズメディウムを使った部分は、まあ数時間でこの透明な感じになりました。でこの部分っていうのは、この体積全部がアクリル樹脂って感じなんですけど、こっちの方はアクリル樹脂の中にガラスビーズが入ってるんで、同じ体積の中のアクリル樹脂の割合が少ないから早く乾くんだと思います。まあ分かりやすく言うと、ガラスビーズメディウムの方が早く乾きます。そしてこのガラスビーズの部分ですね。パッと見た感じだとあんまり目立ちません。ちょっと盛り上げを作ってあるこのジェルメディウムの方もあんまり目立たないですね。でもちょっとさりげなくこうデコポコになっているのが、なんかそれはそれで違う意味でいいと思います。目立たせたい場合は、ジェルメディウムなんかは絵の具と混ぜると目立つんですけど、ガラスビーズも絵の具混ぜると目立ちますが、この透明感を出すときは絵の具混ぜないでやった方がこの透明感は出ます。ビーズが多分目立たない理由は、この下のアクリル絵の具の色とか塗り方も結構あると思います。この金の部分はちょっとキラキラ割と目立つんですね。それでもう一枚別の時に描いた絵なんですけど、これはね結構ガラスビーズがキラキラ目立ってます。だから後ろの色とか塗り方ですね。それによってちょっとこのガラスビーズが目立つ目立たないっていうのが出てくるので、なのでこのガラスビーズをどう活かしたいかが、この色とか塗り方でも変わってくると思います。ということで今日はガラスビーズメディウムでした。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。